皆様おはようございます。安倍晋三でございます。風雪に耐えて5年の矢桜、今日見るように矢桜は一潮でございまして、常に困難はあります。しかしみんなで協力して頑張っていけば、今日のこの日のように桜を見ることができるんだろうと思います。これが大きなうねりとなって、日本の日の形から変わっていきます。お年寄りも若者も、女性も男性も、障害がある方も、難病に苦しんでいる方も、そして失敗に悩んでいる人も、みんなにチャンスがある。そしてみんながそのライフスタイルに応じて働き方を選べる時代がいよいよやってくるわけです。まさに一応そう働きます。